今日は松原人の街頭 YouTube 武蔵小山の一堂から皆様に送ります。朝7時から約2時間、この武蔵小山の一堂、ここにザ・モールというですね、ものすごい高いビルが、まあ、住居ですね、立ち上がって武蔵小山新時代が訪れている、こんな風にも言えるわけです。今日は私はですね、デジタル霊人主義の問題、そしてデジタル人格権の問題、これを申し上げたい。我々は生活環境の中、テクノロジーの進化の中で、我々の主張、我々の人権、我々の人格権というものを捉えているわけです。私松原人が申し上げたいことは、今デジタル上の人格というものは極めて大きな意味を持っている。しかもいわゆるデジタル霊人主義と言われるものがあって、それはいわゆる何て言いますか、集中的な監視によって AI を使った監視、膨張、そしていわゆる多くのカメラ、中国なんかもそうですが、近い将来27億台のカメラが設置される。こういうことによって明らかにですね、一人一人の人格権が蝕まれている。これに対してちょうど私は1700年代、800年代フランス等で人権宣言、国際的な人権宣言が行われたのと同じように、私はこのデジタル人格権に関して日本こそ主導して訴求できたと思っております。なぜならば、我々は手塚治虫の時代からこういったですね、まあ、ロボットに対するアニミズム的な発想を持っている。こういう国だからこそ、その時代にふさわしいデジタル人格権を主張できるんだろうと思っています。まあ、今日のキーワードはデジタル霊人主義が中国やロシア、いわゆる人格をあまり重んじない国からそういったものが出てきている。さまざまな問題の中国も、ウイグル人の問題、虐殺の問題、さまざまある。ロシアも同じような問題を持っている。こういった人権をですね、まあ、どちらかというとないがしろにする国々がデジタル霊人主義によって監視社会、27億台のカメラや多くの AI を使った盗聴、そういった、あとはこの、まあ、いわゆるデジタル改変もそうなんですよ。誰が何を買ったか全部分かってしまう。こういうことで個人を完全にですね、人格権を否定するような動きに対して断固として反発をしていかなければ、人間の自由活発なエネルギーの旺盛なる発露はないだろうと思っております。そのために頑張っていくということを、今日は武蔵小山の駅と朝2時間の街頭を通して主張してまいりました。よろしくお願いいたします。